2022年の春に発売され、英文法界隈で話題になった本がある。その名も、新英文法大全。著者は有名英語講師の関正夫先生だ。どんな本なのか？どんな人が使うべきなのか？どのように使うべきか？枕にはなるのか？私なりにレビューしていこうと思う。ゆっくり日々たんたん。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ということで今回は、新英文法大全をレビューしていくぜ。そういえば最近、マリサはその白い本読んでいたわね。じっくり時間をかけて隅から隅まで読んだ。ものすごく丁寧に作られていると感じたぜ。ほうほう。深い知識とあまたの経験に支えられた内容で、ぐいぐい引っ張られていく感じがあった。そして、著者と執筆協力者のキャラクター性が見え隠れするあたりも面白かったかな。ただし、全くの初心者がいきなり読むようなものでもない。じゃあ、上級者向きなのかしら。まあ、ざっくりとした目安は、英検3級以上だろうな。ふむふむ。あと、人によって好みが分かれるかもしれない。新英文法大全を一言で言うなら、著者の関先生が考える英文法のすべてを、妥協なく解説し尽くした、という感じの本だ。では早速、形状、内容、単語のレベル、おすすめしたい人、に分けて、詳しく語っていこう。よろしくお願いします。では、形状、そして紙質やイラストについてだ。表紙はこんな感じ。白が基調の表紙に白押しで、新英文法大全の文字がクールだな。で、厚みは38ミリ。お堅い英文法書で定番であるロイヤル英文法と比較してみよう。ロイヤルの厚みは44ミリだから、大全より6ミリほど薄い。で、大全のページ数は910ページ。ロイヤルは896ページなので、ほぼ同じだな。ロイヤルの方が分厚いのはどうしてかしら？ロイヤルはハードカバーだけど、大全はソフトカバーだからだろうな。で、重さだが 982g。ほとんど1キロね。ちなみにロイヤルは何グラムなのかしら？ロイヤルは 813g なので、重さは大全の勝ちだぜ。サイズが大きいからな。確かに、少し大きいわねー。ということで、新英文法大全は枕としても使える。いやいや、普通に枕使いなさいよ。首が痛くなるわよ。紙は、無駄に分厚くなくめくりやすい。で、カラー印刷だが、赤はあえて使っていないようだ。それはどうしてかしらね？学習者が自分で赤ペンを引くことを想定して、赤系を使うのを遠慮したらしい。へぇ、そんな工夫があるのね。著作権に配慮してぼかしを入れるが、配色の雰囲気はこんな感じだ。で、イラストはごく控えめに載っている。癖のないおしゃれなイラストが小さく載っている感じだな。いずれにせよ量は少ない。ふむふむ。萌え系のイラストとかは載っていないのねー。最近そういうのあるよな。大全にはその手のイラストはないぜ。ちなみに、電子書籍でも出ている。寝っ転がって読みたい人は紙の本よりもいいかもしれないな。確かに、寝っ転がって分厚い本を読むのは大変よね。では、内容についてレビューしよう。新英文法大全はその名が示しているように文法書だ。文法問題集ではない。文法問題はついていないぜ。あくまで文法の解説に特化した本だな。じゃあ、エバーグリーンやロイヤル英文法の仲間ってことね。そうそう。英文法全体を網羅している文法の解説書だ。でも、エバーグリーンやロイヤル英文法とは決定的に違う要素がある。それは、作者の関正夫先生の考えが前面に打ち出されていることだ。エバーグリーンやロイヤル英文法は、作者の主張をそんなに感じないだろ？確かに、エバーグリーンなんかは文法の辞書みたいな感じで使っているけど、誰が書いているかを意識することってないわね。そうそう。ところが、新英文法大全は、あくまでも関先生の英文法大全って感じだ。つまり、関先生自身の英語学習経験、実際に英語を使った経験、英語の指導経験をもとに、英文法はこのような体系で理解すべし、という確固たる信念が形成され、それを一冊の文法書で具現化した、という感じの本だな。なるほど、作者の顔の見える文法書ってわけね。そして、関先生の主観的なコメントなんかも載っているし、随筆協力者のカール・ロズボルド先生の意見も載っている。ふむふむ。じゃあ、英文法という普遍性をもって記述解説した、っていうよりも、これまでの経験上、こういう感じで英文法を把握すればいいぞ、という感じなのね。そうそう。あと、ところどころにある、核心で、各英文法の根本的なイメージを提示している。核心って、核心のことかしら？そうそう。それから、今までとは違う発想の核心と、
この発想で英文法をマスターする未来が見える確信の意味もあるらしい。ほへえ、なかなか大見得を切っているわね。そして、経験上必要なものを収録し、使わないようなものは切り捨てている。話の流れ上、マニアックな英文法を紹介しているところもあるが、これは一生お目にかからない、とか、入試にはこの20年間で1、2回しか出ていない、みたいな文言をつけている。で、文法の解説自体は非常に丁寧だ。どうしてこうなるのか、といった考察も織り込まれていて、理屈を大切にしている。丸暗記ではなく、どうしてそうなるのか、といった理屈を大切にしているのね。そうそう。まあ、暗記も大切だが、理屈を理解できれば覚えやすいし、忘れにくいし、混乱しにくいぜ。確かに。文法項目はほぼすべて扱っているが、ごくごく初歩的なところは省いている。例えば、名詞の前には、代名詞は所有格を使う。私の本だったら、マイブックになるが、そのレベルの説明は省いている。そして、文法項目の並び順がちょっと特殊だ。接続詞をはじめの方に持ってきたり、助動詞よりも仮定法が前に解説されていたりする。そこには、著者の考えが反映されているわけだ。ふむふむ。経験上、その順番で解説した方がいい、と判断されているわけね。だな。で、私が感心したのは、関係詞を3つの派閥に分けて解説しているところだ。第1派閥は普通の関係代名詞と関係副詞。関係代名詞が第1派閥グループ1、関係副詞がグループ2、というわけだ。第2派閥がワットで、第3派閥が何々エバーとしている。ふむふむ。ワットは先行試験人の関係代名詞で、何々エバーは複合関係詞ね。そうだな。この派閥分けで整理すると、確かにスッキリするし実用的だなぁ、と感心した。へぇ、そうなのね。普通は、関係代名詞と関係副詞、で大きく分けて、おまけで複合関係詞を学ぶわよね。だな。ウィッチやフーと一緒にワットを学ぶと混乱するから、私もそこに線引きは必要だと思っているぜ。その点、先にワットを切り分ける、この本の関係詞の派閥システムは目から鱗だ。ほうほう。あと、疑問詞、接続詞、強調、統治、型の文法書よりも手厚く解説されている感じがあったな。他の文法書ではさらっと流されるようなところよね。そうだよな。読んでみると、これらの項目は結構重要だということがわかるぜ。特に疑問詞の理解は、他の文法項目の理解にも直結することが思い知らされる。ほうほう。では、単語のレベルについてレビューする。単語のレベルは大学入試の中級レベルだと感じた。あまり難しい単語は避けているが、大学入試によく出そうなものは例文の中でたくさん登場する。じゃあ、ある程度の単語力がないと厳しそうね。例えばどんな単語が登場するのかしら？アカウンタント会計士、リーガライズ合法化する、ワイプアウト絶滅させる、エンロール入学させる、ウィスパーささやく、インタラクション妨害、アサインメント課題、ディリジェント勤勉な。このあたりの単語を知っていれば、ストレスなく読めるはずだ。ちなみに、これらの単語には中もついていたので、実際にはもう少し低い単語力でもなんとかなりそうだな。ふむふむ。私でもなんとかなるかしらねえ。最低限受験生に知っておいてもらいたい単語はしっかり出すが、例文が読みにくくなるほど単語のレベルを上げない、という意思が感じられるな。あと、TOEIC に出そうなものも多い印象を受けた。もしかしたら、TOEIC にも、大学受験にも出そうな単語を意識しているのかもしれないな。ほうほう。ちなみに例文の長さは、文法的に簡単なところは長くして、難しいところは短くしている。バランスをとっているのね。だな。それでは、新英文法大全がどんな人におすすめか、考えてみたぜ。1、関先生のファン。関先生の作った教材、ポラリスとかスタディサプリとかで勉強している人。ポラリス？北極星の本かしら？いやいや、シリーズものの問題集で、文法問題や長文問題を扱っているぜ。スタディサプリはインターネットの予備校で、映像授業が視聴できる。ほうほう。確かに、同じ著者が作っている問題集なんかだと、解説はリンクしているはずなので混乱しないわね。そうそう。話戻すぜ。2、中学レベルの英語をほぼ完璧に理解しており、ちょっと違う角度からそう復習して、さらに高校レベルの内容を勉強したい人。3、少しでも英文法の理解を深めたいので、2冊目、3冊目の文法書を読んだり、複数の文法書を見比べて勉強したい人。1つの文法項目に対して、複数の文法書で調べたりするのは理解を深めるのに有効だ。別の角度から英文法全体を捉え直すのは勉強になるな。フォレストと、新英文法大全を見比べる、なんてのも面白い。ふむふむ。
逆におすすめできない人は、1、中学英文法がきちんと頭に入っていない人、2、大学入試直前で、関先生の教材を使って勉強したことがない人、3、TOEIC だけに照準を合わせて勉強している人、4、関先生武士が嫌いな人、話し言葉風の解説が嫌いな人、これらの人にはおすすめしにくいな。じゃあ中学生が手を出すべき教材ではないのかしらね。そう思うぜ。中学生は中学レベルに特化した文法書や文法問題集を使う方が勉強しやすい。それに、大前は単語的にもちょっと厳しいと思う。まあ、中にはレベルの高い中学生もいるからな。英検3級レベルの文法力と語彙力に到達している場合は、大前に手を出すのもありかな。あと、試験直前の人は、時間とエネルギー的に大前に手を出すのは厳しいと思う。高校3年生が、手を出すのは難しいってことかしら？まあ、そうだな。英語、まして英文法だけを勉強しているわけじゃないからな。他の教科もやらないといけないわよね。受験直前に900ページ超えの本を通読するのは難しいだろう。その気があれば、つまみ食い的に利用できれば利用するくらいがいい。すでに慣れ親しんでいる文法書があるなら、それに絞った方が無難だ。ねえ、TOEIC 受験者にもおすすめできるかしら？大前には TOEIC 受験者も対象としている旨が書かれているが、私はちょっとオーバースペックだと思う。TOEIC の高得点だけを狙っている人は、中学レベルの英文法問題集と、TOEIC の公式問題集に絞って勉強するのが良いだろう。もちろん、ついでに英検も受けたいとか、英字新聞も読みたいとか、英会話もするかも、という人が大前を読んで文法の知識を深めるのはいい選択肢だと思う。ふむふむ。ねえ、この関先生武士というのはどういうことかしら？これは著者のキャラクター性が前面に出ている文法書だ。関先生に特有の語り方がある。人によってはそれをがが強いとか、なんか偉そうとか、自己主張しすぎ、と嫌悪感を抱く人もいるようだ。そういう人はフォレストやロイヤル英文法のような、著者のキャラクター性がそんなに出ていないもので勉強すべきだな。そうなのね。好みの問題だろう。逆に関先生武士が好きな人もいるからな。本屋で手に取って、少し読んで確認してから購入するか検討した方がいい。了解です。じゃあおすすめできる人は、大学入試直前ではない高校生や、ポラリスやスタディサプリで勉強中の高校生、英語力全般を向上させようとしている中上級者、そして、関先生武士が嫌いではない人ってことね。まあ、そんな感じだな。で、最後に軽く使い方に触れておこう。私は、基本的に初めから最後まで一気に読むのがいいと思う。大前には、難易度に合わせて応用とか発展とか印がついている。自分の受ける大学に合わせて、発展は飛ばすとか、発展と応用を飛ばすとか、そういうさじ加減をすることも推奨されている。しかし、そのような虫食い読みはこの本の良さを半減させることになると思った。マリサは通読にこだわるわけね。だな。やるならなんとか頑張って通読してもらいたい。そして、1回か2回通読した後は、文法の辞書代わりに使う。文法問題集とか過去問を解いていて、わからないところがあったら、大前の該当箇所を開いて再度読む。このような使い方が一番効果的だと思うぜ。そうすると、やはりある程度時間に余裕がないと難しいわね。まあ、通読するまでの期間があまり長くなると良くないしな。でも、英検3級の内容をすでに理解している人で、ある程度時間が取れるなら、900ページ超えでも通読するのはそんなに苦労はない。ふむふむ。といったところで、今回の内容をまとめるぜ。よろしくお願いします。新英文法大全は文法書である。あらゆる英文法に対して、可能な限り理屈で説明している。関先生が考える英文法体系を妥協なく本にしたものである。著者や随筆協力者の感覚的なこと、個人的なコメントや考えも語られる。英検3級以上の文法力や語彙力があり、関先生武士が嫌いではない人におすすめである。以上だぜ。マリサ、まとめありがとう。どういたしましてだぜ。最後までご視聴ありがとう。このチャンネルでは、英文法の解説、英語学習のヒント、英語教材レビューを発信しています。チャンネル登録よろしくね。ねえマリサ、次の動画も教材レビューかしら？まだ決めていないんだよな。少し雰囲気を変えて、英語学習雑談とかしてみようかな。へえ、そういうのも面白そうねえ。感想やリクエストがあったらコメント欄に書き込んでくれだぜ。よろしくお願いします。